皆さんこんにちは、みかんくるです。今回はふんわりとあったかなパーティペットの作り方をご紹介いたします。こちらの作品はエッグプラムさんのオンラインショップで毛糸と編み図がセットになった DIY キットとしても販売されています。詳しくは概要欄でご確認ください。材料です。今回使用するのはエッグプラムさんのジャイアント4というこちらの糸です。滑らかな肌触りがふんわりとあったかいフォーファーヤーンです。サムネイルの写真ではホワイトカラーで編んだものをお見せしていますが、今回はこちらのグレーカラーを使用して編んでいきます。かぎ針はジャンボかぎ針の12ミリサイズのものを使用します。フォーファーヤーンは毛足が長いため編み目が見えづらいですので、編み目に印をつけて編んでいきたいという場合にはこういった安全ピンをご用意ください。一般のステッチマーカーですと口が大きく開きませんので編み目に引っ掛けるのが難しいかと思います。このように口が大きく開く安全ピンが使いやすいと思いますので、参考になさってみてください。まずはじめに鎖編みの始めの結び目を作ります。結び目はしっかりとほどけないようにきつく締めておきます。ここから鎖編みを5目編んでいきます。1、2、3、4、5。ご覧いただくように今回はファーヤーンということで編み目がとても見えづらいですが、今針にかかっている のすぐ下、ちょうど指がスッと入るところ、ここが5番目の最後の目ということになります。ここに、この最後の目をつまんだ状態にして、もう一つ鎖編みを編んで立ち上げます。今、指でつまんでいるところ、ここが5番目の目でしたので、ここに針を入れて、細編みを1回編みます。今回編んでいくコツとしては、目が見えづらいですので、目で見て目を確認するというよりも、指で感じながら目を確認していきます。まず1つ目の細編みが5番目の鎖編みのところに編みました。1つ下がって4番目の鎖編みのところに次の細編みを編んでいきます。また一つずれて3番目の鎖編みに同じく細編みを1回、次に2番目の鎖に同じく細編みを1回編みます。一番初めに編んだ鎖部分にも同じく細編みを1回編みます。これで今1段目の細編み5目が編めたことになります。次の段に入る前に今最後に編んだ細編みに安全ピンで印をつけておきます。針を戻して次にここから2段目を編んでいきます。まずは鎖編み1目を編んで立ち上げてから編み地を裏向きにひっくり返します。安全ピンのついている目、ここが最後に編んだ細編みということになりますので、ここに針を通して
はじめの2段目のはじめの目となる細編み1目を編みます。次の目につれて細編みを1回、次の目につれて3番目の細編みを1回、次の目につれて4番目の細編みを1回、次の目、ここが最後の目になります。ここにも同じく細編みを1回編みます。これで2段目も先ほどと同じく細編み5目が編めました。同じように繰り返しておきます。編み地をひっくり返すときに目を見失いがちですので、最後の目に安全ピンで印をつけてから次の段を編んでいきます。鎖編み1目を編んで立ち上げてから裏向きにひっくり返して安全ピンが刺さっているところに初めの細編みを編みます。3段目の初めの目、細編みを1目、次の目につれて2、次の目につれて3、次の目につれて4、次の目につれて5、最後の目に印をつけてから次に4段目を編んでいきます。鎖編み1目を編んでから繰り返して安全ピンがついているところに針を刺します。これまでと同じように4段目も細編みを5目編んでいきます。1、2、3、4、5、目を指で触りながら1段あたり5目ずつ細編みを編んできました。これで4段目が編み終わったことになります。次に5段目ではホールを作っていきます。まずはこれまでと同じように4段目の最後の目に安全ピンで印をつけておきます。鎖編み1目を編んで立ち上げてから編み地をひっくり返して安全ピンがついている目に初めの細編みを編みます。次にホールを作るために鎖編みを2目編みます。細編みを編み入れたところから次の2目を飛ばしてその次の目に細編みを1回編みます。
次の目にずれて細編みを一目編みます。これで5段目が編み終わったことになります。ここから先は1段目から4段目で編んできたのと同じように一目に1回ずつ往復編みで細編みを繰り返しながら高さを上げていきます。1段あたり5目ずつカウントしながら編んでいきます。1、2、ホールの上には細編みを2回編みます。3、4、最後の目に5、これで6段目が編み終わりました。ホールがしっかりとできています。ここから先は同じ作業の繰り返しになります。編み地をひっくり返しても編み目がわかる方は印をつける必要はありませんが、編み目を見失いそうだと心配な方は必ず印をつけながら編んでいってください。1、2、3、4、5。編み目が見えづらいですので、正しいところに細編みが編めているのかどうかわからない方もいらっしゃるかもしれませんが、それでも1段あたり5目になっていれば大方間違いなく編めるかと思いますので、1段あたり5目になっていることを間違いなく確認しながら編んでいってみてください。1、2、3、4、5。同じように繰り返しながら時々首に巻いてみて、ちょうどいい長さになるまで編み進めていきます。同じように繰り返しながら編んできて、今ちょうど80センチを超えたあたりまで編み終わったところです。個人差があると思いますが、ちょうどいい長さまで編めたら、糸を10センチほど残したところでカットします。最後に出ている糸が見えないように、適当に目に通して糸の始末をしたら完成になります。糸の始末ができたら、これで
パーチペットの完成になります。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。